はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケースケです。ということで今回もですね、 CWL オールスターズ VS ジャパンオールスターズですね、日本選抜が見事勝つことができましたので、そちらのね模様リプレイ全部まとめましたので、今回はファンホール10から11への星に付け、こちらを特集していきます。もうね、タウンホール10から11への星に付けってね、成功率 30% 前後なんですよ。もうめちゃくちゃ難しいです。先日の、結構前のアップデートで、タウンホール11ですね、あのインフィノタワーとか大砲アーチャータワーの新レベルが追加されてから、その成功率がほんとね下がったらしいです。今回も22手で確か成功数が8手とかなんで、まあね 30% をねちょっとね上回ったんですけれども、それでもなかなか星2を付けられないと。ただですね、やっぱり星2付けのね、スペシャリストの皆さんがしっかりと取ってくれたので、まあね、10の人とか、あとね、9の人でもちょっとは参考になるかもしれないので、ちょっとね、見ていきましょう。さあ、まずはですね、1回目はですね、1本目は浦さんの、星2付けのアタックですね。まずは、十字方向からゴレボーラで、一気にここ削るんですよ。で、ここを削ってって援軍も釣っていきます。基本的には援軍はですね、ラバとか、中でね、アチャクイが捕まってしまったりするので、基本的にはですね、結構ね、外処理がね、見られます。さあ、そしてガーゴイで削っていって、で、アーチャーで引っ張っていきます。でからのですね、やっぱりタウンホール10から11への援軍処理で見られるのは、はい、こういう風にですね、あの、ベビドラ1体で相手のラバハウンドとかね、あとはね、ゴーレムとか入ってたりするんですが、そのゴーレムとかもね、ベビドラ1体で削っていったりします。ちゃんとね、アーチャーでね、引っ張ってますね。で、カラーのベビードラがね、ラバハンドの横っ腹をひたすらね、殴り続けます。はい、ブローグ入ってる。ブローグ入っていて、カラーのこっから破裂していて、はい、ベビードラが囲まれてしまった。すかさずこれはもういじめなので、ポイズンを落としていく。で、ポイズンを落としていっても、見てください。ベビードラの、体力結構削られましたよね。なので、ほんとラバハンドのね、パピーの火力ってね、侮れないって思いますよね。で、ここからですね、バルキリーを入れていって面白かったのが、はい、結構な数のバルキリーでここを削っていきます。からの、はい、ゴレボーラーとかね、あとはヒーローを入れていって、で、このアチャクイでタウンホールを狙っていきます。いや、浦さんうまいですね、この星2付け。ということで、ここからですね、見事ね、うまい具合にですね、ちゃんとタウンホールに向かってくれましたね。結構ね、アチャクイ先行しちゃってね、タウンホール狙わないかなって一瞬ヒヤッとしたんですが、はい、まだね、クローグも残った状態でインフィノタワーも折って、いや、なかなか 59% の 60% 乗りましたね。タウンホール10で、タウンホール11相手に、ね、星につけて 60% まで乗せるってなかなかすごいですよ。これはお見事です。さあ、お次はですね、クランさん。今回の対戦で、なんとですね、2回ともタウンホール11に星につけたので見ていきます。まずはバルーンでホーミングの確認をしてからベビドラですね、出していって削りを行っていきます。で、ここですね。はい、結構ですね、やっぱりタウンホール10から11のアタックで見られるのは、ゴレボーラーのレイジで一気にですね、区画とか壁の中の施設を削っていって、ルートを作っていく。これがね、ポイントになってきます。で、ついでに援軍も釣っていって、ポイズンで援軍処理を行っていきます。これ援軍処理できたかな？なるべくですね、たくさんポイズンをかけていって、処理をしていきました。で、はい、していきましたね。で、大体ですね、6時方向削りきれましたよね。で、同じようにですね、3時方向も、バルーンでホーミングの確認をしてからベビドラ出していきます。で、ここもゴレボーラを削っていく。いや、これすごいですよね。で、大体ですね、タウンホール11。ミックスクランとオンリークランの違いは、外周にですね、ホーミングや対空爆弾設置してあります。これはもうね、クイヒーやベビドラ対策で設置してあるので、そういうの確認のために、バルーンでね、吸っていきます。さあ、そして出てきました4時方向ですね。4時方向からゴレボーラヒーロー部隊でジャンプを使っていってタウンホールを狙っていくと、かなり奥の方にあるタウンホールを、こっからね、落としていく。いや、クランさん、スペシャリストですね。で、ここでしっかりとね、ボーラーが中に入っていって、で、今日バックでね、ちょっとね、ボーラーがやられてしまったりしましたが、うまい具合に。いやー、これはね、ほんと綺麗ですよね。ほんと綺麗に決まっていて、他のユニットがね、無駄にね、寄っていったりとかも全然なくて、星2をしっかりと取ってくれました。さあ、そしたらですね、残りのババとかの使い方はどうすんだ？どうしたっけ？ここのババ。ババとかで、あ、キャンプの方を狙ってますね。キャンプでなるべく削りやすそうなとこ狙ったんですが、ウィズ島ですぐにやられて終了と。では続いてのリプレイ見ていきます。
続いてはですね、ニッシーさんですね。ニッシーさんの星に付けアタック。ポイントはディガーを10体連れてるんですよ。これ結構ポイントです。まずはバルーンを数体出していって、3時の、アーチャータワーを削って、かのアーチャーでパーセンテージ稼ぎ行ってますね。やっぱりタウンホール11、イーグル砲が起動してしまうと、後半のね、パーセンテージ稼ぎっていうのがなかなかできないので、あらかじめ削れるところは削っていく。これがポイントですね。さあ、そして、クイヒーをスタートさせていきまして、ここからですね、7時方向に入れていって、7時、8時の区画をですね、施設を削っていきます。で、ここら辺はね、もうね、時間たっぷりかけるんですよね。前回を狙っているわけではないので、しっかりと、施設を削ってパーセンテージを稼いでいって、からのタウンホールへのルートですね。これを作っていきます。はい、ちゃんとね、火力が高くなるところで、もうね、0時一発とかね、落としていかないと、ここら辺はね、すぐにアチャクインのね、体力減ってしまいます。で、ここでスケルトンとかも嫌なんですよね。結構ね、対地のスケルトンね、結構見かけますよね。そうですね、やっぱり空でね、こう星2をつけられるということそこまでないんで、基本的に対地が多かったりします。まあね、タウンホール11への、星2付きアタックでよく見られるのはドラゴン編成なんですが、まあ、基本的にはゴレボーラーとか陸軍多いかなといった印象ですね。で、ここで相手のババキンもね、処理していって、でからのですね、クロスボウとかも追っていきたいところ。さあどう、さあジャイダイクが邪魔だが、さあクロスボウも追っていってからのですね、ラバハンドに当たっていきます。で、ここのアチャクインはね、もうね、やられてしまいます。インフィオンタワーにも当たっているので。で、6時方向はババキンボーラーで一気にですね、タウンホールの前のね、余計な施設削っていって、ディガンのルートをね、作っていくんですよ、ここ。さあ、クロスボウもね、なんとか壊しまして、いいですね。火力の高いクロスボウも壊し終えたところで、生き生きとここはババキンが、OK、いいですね。3時方向まで削っていって、で、9時方向は迫撃砲を壊してからの、アーチャータワーも壊して、で、ガーゴイでパーセンテージ稼ぎですね。さあ、1時方向も同じようにね、削っていきます。イーグル砲とかね、結構ね、起動しちゃってるんですけども、いろんなユニットがいるんでね、パーセンテージ稼ぎ用のユニットはまとまってないので、結構です。ここら辺で、稼いでくれます。で、ここで、だいたいパーセンテージ稼ぎ終えたタイミングで、はい、ディガー出てきました。からのディガーヒー&クエイクでパーセンテージですね、25% ほど HP を削って、で、アチャクを処理しつつ、さあ、ここでタウンホールも落としまして、いや、うまいですね、これも。これも確か結構修正とか謎に何回も加えての星2だったので、非常に価値の高い星2ですね。で、結構ですね、勘違いされがちなんですけども、基本的にはですね、タウンホール10から11っていうのはね、偵察とかっていうわけでの、星2っていうわけではなくて、ちゃんとね、星2をしっかりとつけて、で、11が10に埋めに回って、で、10全開ですね、生まれたら、まあ、余裕があれば、11に対してですね、しっかりとね、全開狙えそうなところを狙っていく。これがね、ポイントになってきますので、もう本当に10から11へのアタックはね、練習した方がいいかなとは思います。さあ、まずはですね、続いてはクーパツさんですね。群馬帝国遠征軍所属のクーパツさん。もう昔から知ってるんですけど、この人も本当にうまいです。まずはクイヒーで、しっかりとですね、3時方向の施設を削っていって、で、アチャクにターゲットを取っているのを見て、ベビドラで削っていく流れですね。で、ここでクイヒーを中に入れていきます。そうですね、イメージとしては、まあ、タウンホールの反対側なんですけども、やっぱりこっちの方ですね。結構タウンホール11のミックス配置多いのが、まあ、タウンホールは狙えるんですけど、その分ですね、施設がね、反対方向にあって、パーセンテージが稼ぎにくいっていうね、結構配置があったりします。なんで、ここに関しては、クイヒーでどんどん削っていきます。あとはですね、まあね、施設パーセンテージ稼ぎやすいんだけど、タウンホールが中にあって、タウンホール落としにくい。そのどっちかですね、タウンホール11の、ミックスの配置は。さあ、ここでしっかりとバルーンであらかじめですね、8時方向、ヘイストでね、かけて削っていきました。さあ、そして、ここでクローク発動していって、かのウィズでね、パーセンテージ稼ぎ。まだイーグル砲は起動しないんですね。イーグル砲は180枠で起動いたします。エリクサの呪文10枠で、闇呪文が確か5枠だったかな。で、ヒーローが25枠だったと思います。その合計数180枠で一気にね、イーグル砲が起動してしまいます。さあ、そしてですね、ここからですね、タウンホール狙っていきますね。アジャクが死んでしまったんですけれども、ここからですね、一気にタウンホールまでの道はね、もうね、そんなにサイドカットしなくても、道はもうできていたので、ここからタウンホールを落としていって、方針2の見事。いや、これもうまいですね。
なのでいかにですね、もうタウンホール狙いやすそうだったら、まあ狙えるようなね、編成を組んでおいて、で反対側の施設はですね、クイヒーとかそれ以外のねユニットたちで削っていくっていうのがポイントになってきます。ということで、このウォールブレーカーは一体何なのかちょっとね疑問なんですが、クーパスさん星にお見事でございます。さあ続いてのリプレイ見ていきます。続いてもですね、先ほどお見せいたしましたクランさんの星にアタックですね。まずは12時方向ヘイストバルーンを行っていって、アーチャータワーを削ってからのガーゴイルでパーセンテージ稼ぎですね。できればここの迫撃砲も削ればもうちょい稼げましたね。で、さあここら辺はまだふんだんに時間を使ってる感じなので雑談タイムですかね。いや最近ですね、私ケイスケですね、もうガチの動画をね載せてるせいかですね、ネタを全然やらなくて、早くですねネタをね、ネタ動画とかね、いろんなね楽しい検証動画載せたいなって思ってるんですが、ちょっとね、やっぱりこのねジャパンオールスターズのねリプレイはやっぱりまとめてね、どんどん動画にしてね、みんなのためになるようにね、していきたいなと思っております。さあ喋ってる間に6時方向ゴレボーラーレイゼ、外周施設削っていきました。できれば壁の中の防衛施設も削れていたらね、かなり大きかったんですが、まあね、ここら辺はまあ良しとしましょう。で、国会戦、さらに、反対方向ですね、9時方向もゴレボーラーで削っていきます。で、もうね、ここら辺まで できていたらですね、もう皆さん大体どこら辺から主力部隊出すか、イメージできていると思います。さあ、6時と9時削ったら、どっから出すと思います?そうです。7時方向から出るんです。出ちゃうんです。こっからゴレボーラーヒーロー部隊を出していって、タウンホールを狙っていくといった形ですね。で、レイジもふんだんに使っていってからのフリーズですね。で、やっぱり基本的にはボーラーでタウンホールとかね、ちょっとね、狙いにくかったりするんですよ。やっぱりすぐにやられちゃうんで、ムキムキな体型の癖してですね、HP はね、そこまで高くないんで、こいつら。なので基本的にはこういった編成の場合、アチャクイのクロークでタウンホールを狙っていくっていう形が多いですね。ということでクラーンさんね、今回ほんとね2回とも星2をしっかりと11に対してつけれるっていうのはほんとうまくないとできないんでね、素晴らしいです。ということで残っているアーチャーやバーバリアン使って最後ねパーセンテージ稼いでいきたいところ。さあ闇10万の工場は壊すことができるのか。アーチャーに対してイーグル砲のターゲットが映っている間に壊していきたいが、やっぱり火力が高くて削りきれずに。さあでも星2の 53%、 いやーお見事でございます。続いてはですね、はい、群馬帝国遠征軍所属のタンタンさんですね。もうね、4月に行われたバーサスですね、そこにも出演しておりました。ほんとタンタンさんも上です。まずはヘイストバルーンで、アーチャータワーや大砲ですね、壊していきます。ほんと新レベルが厄介で、大砲と新レベル、アーチャータワーの新レベル、確かですね、レベル6のバルーンだと、レベルマックスの大砲ね、4体じゃないと一撃で壊せないですよ。なので、その体数がね、ほんと枠を圧迫します。あとはアーチャータワー新レベルですね。レベルマックスの、バルーンでもね、3体必要なんですよ。今までのアーチャータワーだったら2体でね、一撃で壊せたんですが、3体必要になってきます。さあ、ここは援軍処理を行っていきまして、まあね、ちょっとね、若干もたつきましたが、無事に、処理できましたね。で、ここからパーセンテージを稼いでいきます。で、カラーのですね、9時方向はベビードラバルーン。ビビドラでしっかりとターゲットを取っている隙に、バルーンでアーチャータワーなどもね、ここで削っていくんですよ。いや、これのね、ちゃんとね、体力のあるユニットでターゲットを取って、かのバルーンとかでね、削っていく。このテクニック、皆さん覚えておきましょう。まあ、基本的テクニックなんでね、もう皆さん知っていると思いますが、ほんとこういうね、細かいところが重要になってきます。で、無事にですね、9時方向を削っていきました。そしたらですね、はい、皆さん、これね、もうルートを作れましたね。どっから、主力部隊を投入していくと思いますか?これはですね、6時方向。いや、6時方向ですね。6時方向でした。はい、ペッカからね、ペッカ2体ね、使っていってね、削っていくんですよ。で、からのですね、中にですね、入れていきます。そうですね、ゴーレムはですね、イーグル砲のダメージ3倍になってしまうんで、なので、ここ、タンタンさん、ペッカを選択されたんですかね。やっぱり壁役にもなって攻撃力も高いペッカでね、ぐいぐいと中に入っていきます。ここも確か何回も攻めて落としきれなかったんですけれども、確かですね、その前の、ちゃんと、ね、成功してないリプレイの場合はペッカね入ってなかったんですが、それをねペッカに変えることによってちゃんとタウンホールまで届いて、はい、タウンホール落としていきました。
で、こっからですね、あとは 50% にどうやって乗せていくか、もうユニットもね、全部出し尽くしてしまいましたが、ちゃんとアーチャーとかね、いまして、はい、50% の星2へ、お見事でございます。さあ、そしたら最後のリプレイですかね、コットーさんのリプレイ見ていきます。まずはですね、先ほども言ったようにヘイストバルーンで一気にね、ここ削っていきます。ここ、ウィズトーモアで削っていけたのがかなり大きいですね。で、やっぱり、赤風船とかもね、やっぱり仕掛けてあったりするので、やっぱりバルーンは結構多めに連れていきました。さあ、そしてこっからですね、相手の援軍処理を行っていきます。今回もそうですね、外処理で行ってますね。で、ちゃんとポイズンを落としていって、ポイズンの範囲内にね、ちゃんと対空ユニットが収まるようにベビドラを出していって処理ですね。いや、この援軍処理もうまいですね。で、その援軍処理で使ったベビドラもしっかりと施設を壊すように出していく。そうですね、やっぱりこれがポイントになってくるかなと。で、そしてですね、まあ、ね、さっきも言いました、イーグル砲を起動してからはですね、パーセンテージ稼ぎにくいので、あらかじめ少ない枠で外周施設削れるところを削っていきます。でからですね、ゴレクイでちゃんとですね、施設を削っていって、これもそうですね、ボーラーやアチャクイでタウンホールを狙っていく形ですね。さあ、そしてジャンプを打っていきまして、で、ここからですね、中に入れていきます。そうそう、援軍の話なんですけども、基本的にタウンホール11ね、星に付け対策で、バルキリー対策とか、あとね、ステクイからの、ゴレボーラー対策で、結構ですね、ゴーレムとかも入っていたりすることがあります。で、ここでしっかりとヒーリングをかけていって、ボーラーを全回復。で、からのですね、ここまでですね、ちゃんとタウンホールまで届きましたね。いや、うまい。ゴリゴリと削っていって、コットンさん、星2ですね。お見事でございます。さあ、ということで、今回はですね、まぁ、ちょっとね、締めが早いんですけれども、ですね、CWL オールスター VS ジャパンオールスターズのタウンホール10から11への星2付け動画をお送りしていきました。まだまだですね、これからもジャパンオールスターのリプレイですね、どんどんまとめて動画にしていきますので、まだチャンネル登録してないよっていう方は、ぜひとも登録、お願いいたします。で、最後にですね、おすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、というわけで最後にですね、コットンさんがアーチャーを2体ずつ出していってね、ちょこちょこ交互に出していってパーセンテージを稼ぎながら、終えるのを見て、お別れいたしましょう。ということでね、これで終了ですね。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。